レージ君。あのね、大きくなったら絶対私のことお嫁さんにしてね。今日からレイジ様は我らが神山財閥を滑る神山家の当主です。佐藤レイジ様、今日からあなたに神山家の当主になっていただきます。ちょっと待って、なんで俺が。あなたのお母様は先代のお目かけでいらっしゃいました。神山家の血筋を引く男子はもうレイジ様しかいらっしゃいません。そんな俺財閥の跡取りなんてできないよ。早急に世継ぎをお作りくださいませ。その後制裁を決めていただき、正式に神山家を相続していただきます。なんで俺の好みがわかるんですか。事前調査の結果です。それではみんな、レイジ様こちらへどうぞ。いや、だから俺は継ぐなんて一言も。あら、女の子に恥をかかせないでくださいね。ちょっと、え、嘘だろ。はい、好きな人がいるんだ。だからそのごめん。こうなったらその人のことを忘れるまで。レイジ様に思い人が。これは調べてみる必要がありますわね。レイジ様、ご覚悟を。平泉先輩、今年のミスキャンパス、何十人もの男が撃沈。一度も男の影が見えないし、よっぽど理想が高いのか。先輩、夜道は危ないし送ります。なら肩貸して。平泉先輩、今日そんなに飲んでましたっけ。君もすごく酔ってるみたいだけど。まあそれなりには。じゃあ俺はこれで帰っちゃうの。終電逃すとやばいんで。わざわざそっちから来てくれるなんてね。先輩、新入生でしょ。旅行サークル興味ない。あります。ねえ、そろそろ起きて。忘れましょう昨日のこと。お互い酔ってたみたいだし、こういうこともあるわ。ということがありまして。という夢を見ただけだろ。本当ですって。だって平泉が酔っ払うわけないじゃん。あいつめっちゃ酒に強いんだぜ。っておい、どこ行く。先輩、鍵返しに来たの。今夜二人で飲みに行きませんか。また酔っ払っても知らないからね。神山家の屋敷に来て数日後、純子さんが新しい正妻候補の女の子を連れてきた。でもそれはなんと、花沢さん。佐藤君、君だったんだ。どうして。私も正妻候補に選ばれたのだからわかるでしょ。どういうこと。神山財閥の人と約束したの。父の会社が潰れそうで、すれば援助金を出してくれるって。でも私。そういうことでしたら契約決裂ですね。なんで母さんが神山家を出たのか今わかったよ。そうやって金を使って力のない人たちを食い物にすんのがあんたらのやり方なんだろう。やっぱり俺は
神山家には戻らない。だって違うの、これは私が言い出したことなの。父の会社が苦しいのは本当だから。それにさっきはいきなりだったから怖かっただけで、その相手が君だって知って私嬉しかったの。だから君のこと少しずつ知っていけたら。まずお友達から始めませんか。ぬるい、ぬるすぎるわ。レイジ様にはさっさと制裁を決めていただかないと私たちは納得できません。絶対認めない。またまた。もうアリスちゃん制裁でいいんじゃん。一度決めたことは保護にはできません。アリスちゃんたちはこんな俺に尽くしてくれたのに、結果的に傷つけてしまって本当にごめん。変わってないですね、子供の頃から。レイジ君、あのね、大きくなったら絶対私のことお嫁さんにしてね。そうか、君はあの時の。私あの頃からずっと心優しいレイジ様をお慕いしておりました。アリスちゃん、私からもよろしいですか。え、経営などの財閥の管理運営は私どもがやればよい話。投資としての資質は人を引きつける魅力です。純子さん、その点レイジ様はこれ以上ない適任かと。レイジ様、やめるなんて言わないでください。みんな、あのちょっといいかな。花沢さん、佐藤君の制裁の話。え、だってアリスちゃんはずっと佐藤君のことが好きだったのに離れ離れになっちゃったんでしょ。その間に私が割って入るのはフェアじゃない気がして。なるほど、レイジ様の第一子ご嫡男の母君が制裁というわけですね。ということはつまり、最初にレイジ様の子供を産んだ方が制裁です。その後、みんな生まれたか。はい、なんと全員で奇跡の七人同時出産です。こんなつもりでは。純子姉ってば、しらじらしい。今回は決着つかなかったみたいですね。ねえ、だからあれは不可抗力で。そんなおこちょまみたいな言い訳は聞く耳持ちません。口塞いじゃってゆりちゃん。うわ、見られてる。黒田光太郎、わけあってフェリアス女学院ラクロス部の顧問をさせられている。赤木綾、ポジションはアタック。青山久美子、ポジションはミリーたちをよくまとめている。白金さくら、ポジションは五重井ゆり、ポジションは木瀬まとり、ポジションはディフェンス。何見てんのよ。え、こんな個性的な部員たちの監督として果たしてやっていけるのだろうか。ない、いろいろ探したけどやっぱここだよな。しかし今日はいつにも増して最悪だ。挙句の果てには家の鍵をなくすし。とにかく早く見つけなきゃ。こんなとこ見られたら何言われるか分かんないぞ。部室に忍び込むなんて、この変態エロ教師。ったく、少しは綺麗にしろよ。女の子だろ、夢がねえな。見えちゃった。懲戒免職、下手すれば檻の中かもね。終わった、僕の人生。じゃあこれって
キセさんの超キセさん、夏こらこらこら、遊びに来たんじゃない、合宿に来たんだろ。さあとっとと着替えてグラウンドに戻るんだ。これを見ろ、私たちのクロスじゃない。今日はいつものメニューを砂浜でこなしてもらおうか。砂浜というのは結構いいんだ。っていうかアイス食べたいって、私何言ってるんだろう。桃井さん、顧問の責任問題なんじゃない。炎天下の浜辺で練習という名のしごきの末に起きた悲劇。のあれで監督がいなくなったおかげね。あんな暑い中で練習してらんないっつうの。白金さん、あ、桃井さん、そのさくら、座布団見つかった？いえ、ありませんでした。くたくた、あやちゃんお腹壊すよ。バカだこいつは。走れ走れ、そこフォロー遅れるな、あと5本。え、妄想壁。私時々、いえしょっちゅうエッチな妄想にとらわれちゃってのぼせて倒れちゃうことがあるんです。そうだったんだ。みんな桃井さんの妄想癖を知ってて俺を騙しやがって。でもすっごい集中してるね。はい、なんだか最近妄想にとらわれないでスッキリしてて。よかったじゃん。でもなぜか先生を見るとムラムラするようになりました。これって恋かな。